はい、ということでですね、最近太ってきたのでちょっと今回一発面白いことを動画に収めたいと思います。やったことないこんなこと。時間も限られているので早速いきましょう。はい、どうも。ということで、新年ね、年末年始といろいろ食べてしまって、運動もあんまりしなくてですね、体重がみるみるうちに上がっていきました。そして見てわかる通り顔もね、まん丸になってしまいました。ということで、今までやったことない動画を少しだけやってみようと思います。簡単に説明します。筋トレです。腕立て伏せをやるんですけども、その腕立てをするときに一回飛んでパチンと手を叩いて手をつくと何回できるかやってみます。とりあえず一回腕立て伏せやってみます。かぎ玉いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やべえぞ、10回が限界。じゃあ行きます。今度こういきます。1、5、覚えてきてる。ここからできるか分かんないですけども、ちょっとやってみます。あっ、やべえ、できん。よし、ちょっと場所変えよう。ここでやろう。3回です。やばい。でもこれ動画上げます。恥かいてやった方がモチベーション上がると思うんで、3回です。 2.5 回かもしれない。ということで、恭平でした。バイバイ。そもそも好きな食べ物が全部太りやすいものばっかなんですよ。例えばご飯物、カツ丼、カレーライス、牛丼、定食とかですね。麺類が好きです。ラーメン、うどん、まあ、そうめん、まあ、炭水化物全般的に好きなんですよね。肉好き、野菜も好きだけど肉よりかは好きじゃない。まあデザートはそんなに食べないんですけど、やっぱ太るもの、その炭水化物がやっぱり圧倒的に好きなんですよね、野菜よりも。なんで食べるものも気をつけなきゃいけない。だから肉をまあ多くしても炭水化物は控えめにするとか、焼肉焼いてもご飯食べずに肉と野菜だけ食べるとか、そんなそういう風に食べていかないと、まあ、消化できないですよね、全部。なんでまあその消化をちゃんとできるもの、だから食べる以上に運動する、こういうのをね、これから頻繁に載せていこうと思います。中年男の筋トレです。かっこいいものも何でもないですけども、自分のモチベーション上げるために頑張ります。皆さんも頑張ってダイエットしてください。それではまた後ほどお会いしましょう。ではバイバイ。Thumbs up.